本日はここ全日本プロレス道場で、エクシードが7月8日後楽園ホール大会に向けて強化特訓を行っているということを聞きましたので、ちょっと潜入したいと思います。終えまして、エクシードの皆さんにちょっとインタビューしてみたいと思います。まずは、世界ジュニアの防衛戦があります、鈴木小太郎選手に、一言よろしくお願いします。はい、金丸選手と防衛戦ですが、互いに、似たようなスタイルだと思います。相手の技を受けてその上で勝つ、プロレスに、唯一ある概念受けという、そういう部分で俺は誰にも負けたくないと思っています。金丸さんが相手だから、余計そう思います。8日は2人しかできない、誰にも真似できない王道プロレスのジュニアを見せようと思います。以上です。さあ続きまして、メインイベントでキャプテンフォールマッチ、エボリューションとのキャプテンフォールマッチを行います。中島選手、宮原選手、塩崎選手にも聞いてみたいと思います。中島選手お願いします。はい、第1回のキャプテンフォールマッチでは僕は参加してませんでしたけども、メンバーが変わったから負けたなんて思われたくないんで、もう 3-0 で勝てるように、さっき練習してた飛び後ろ回し蹴りも、でかい選手でもいいとこ入れば倒せる技だと思ってますんで、沢間選手、ジョー選手背は高いですけど、そこ体勢崩して顎に一発入れれば、倒せないことないと思うんで、必ず勝利つかみたいと思います。そして青木選手、前回欠場してからまるでエクシードの中で僕透明人間のように扱われてますけど、必ず青木選手からキャプテンフォールマッチで勝って、シリーズ中もう1回シングル組まれてるんで、そこで2立て必ずして、青木選手の目の前に立ちふさがってやりたいと思います。以上です。ありがとうございます。宮原選手いかがでしょうか。6月4日キャプテンフォールマッチで俺が諏訪間から取ったんでね、それを7月8日にまた分からせるつもりなんで、やつはね俺の負けを事故という言葉で例えたけど、あれは事故だなんて俺は一つも思ってないからね、また7月8日にね分からせてやりますよ。そして下半期俺が話題リング上主役全部持っていくんで、そのスタートが7月8日よろしくお願いします。さあ最後、塩崎選手、はい、前回の、エボリューションとのキャプテンフォールマッチは、自分が、まあ、チームとしては勝ちましたけども、自分が一番最初に抜けてしまうと3カウントを取られてしまうという失態を起こしたので、次は自分が最後まで残って、まあ、キャプテン諏訪間からしっかりと3カウントを取って、チームとしても勝利を挙げて、俺としても勝利を挙げたいなと思ってます。まあ、今回のキャプテンフォールマッチは、まあ前回出られなかった傭兵にかかっていると思うんで、はい、この蹴られた後を見てもらえば分かると思いますけど、こんだけいい蹴りを持ってるんでね、しっかりとエボリューションを蹴り倒してもらいたいなと
思います。はい。じゃあ最後にこの動画を見てくださっている皆さんにキャプテン一言お願いします。はい、7月8日全日本プロレス後楽園ホール大会世界ジュニアキャプテンフォールマッチ、エクシードは勝利を収めてしっかりとその大会を締めたいと思います。 Don't miss it!